クリスマスプレゼントむず。つなぎ？それも違うよな。あ、クリスマスプレゼント、いや、どうしたんだい、花ちゃん。あのさ、私のさ、彼氏さ、車好きなんだけどさ、クリスマスプレゼント何を送ればいいかなって思ってさ。なんだよ、そんなことで悩んでるのか。うん、うちのね、現場の方に行けばね、いっぱいあるよ、いいもの。確かに。今回の動画は、車が好きな彼氏へのクリスマスプレゼントを選んでいこうと思います。行ってみよう。え、じゃあもう助けてくれるってことでいいの？もちろん。うわ、超助かる。もうね、まずはね、車好きの彼氏、旦那さん、奥さんが多分車何乗ってるか分かんない。そうだね、よく分かんない。旦那さんの車が何かよく分かんない。そう、そこでまずね、1個目で聞いてみてください。私と車どっちが大事なのか。そこで大事。そう、確かに。まあ、言わず車と答えた方はこの動画のこの先見てください。で、まあね、あなただよって答えてくれた旦那さんには適当にネクタイとかプレゼントしておけばいいと思います。あ、そうなんだ。車って答えた人の乗ってる車は2パターンしかないんですよ。うん、でそこでその見分け方ね、これを見せてください。この写真。これ何？この写真を見せて、もしあなたの旦那さんが反応するのであれば、旦那さんの車はスバルインプレスト WRX STI。 それで間違いないです。それで間違いないんだ。 その方はこの動画終了です。あ、おお。続きは違う。そこで微動だにしなかった方の愛車は間違いない日産スカイライン GTR。 おお。これで決まりです。で、この車に乗っている方に対してのプレゼント、はい、その弊社ね、スカイライン GTR に乗ってる、まあ、野生の GTR 乗りの方が何人か生息してらっしゃるんですよ。はい、あー、確かに。そう、ちょっとこれからね、その方たちの回って何が欲しいのか。あー、そう、いいね。それをね、でもうクリスマスまでね、あともう数日しかない。そう、本当に焦ってる。私焦ってるでしょ。うん、トラスト企画ね、ものすごい、もう即納なんですよ。そうで、在庫ある中でいいものを選んで差し上げますんで。うわ、それをね、ちょっと今からこの現場、このね、大量に物がある現場、ここちょっとね、お見せしようかなと思います。あ、じゃあ実際に現物見ながら選べるってこと？最高じゃん。まあこれがね、プレゼンター選びの参考になればなと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。まずは誰から聞くの？この辺にね、多分ね、 GTR に乗っている生物が生息しているはずなんだよ。なんか、モチュールって書いてある。あの毛艶の良さ、あれは GTR に乗っている人間に違いない。お疲れ様です。あら、どうしたの？お疲れ様です。これどうしたの？あ、なんだ、安倍さんじゃないですか。どうしたのよ。ちょっと俺、今休憩中でホイール眺めてただけだからさ。いつもここにいますもんね。そう、俺いつもホイール見てるから。今の時。そう、どうしたの今日は？伝えてるんで、脳波で。どういうこと？そういう感じです。なるほど、わかった。やっぱりホイールだよ、花ちゃん。ホイールなんだ。ホイールだって。やっぱおしゃれは足元とかって行ったりしますもんね。見てくださいよ、このホイール、見事なホイール。綺麗でしょ、この艶やかな BBS LM LM、 こっちも BBS。 うん、もうね、このぐらい在庫あるんですよ、中古ホイール。そう、ここにあるの一部だけなんですよ。もっと いっぱいある。確かに。そう、え、でもホイールって言ってもさ、めっちゃサイズだったりさ、種類とかメーカーとかいっぱいあるわけじゃん。なるほど。どうやって選ぶの？あの、全部ね、オークションの出品内に書いてあるから、親切に全部。インチとか。そうです。PCD とか。そう、インセット、オフセット、アウトセット、うん、その辺全部書いてあるし、なんとね、動画でも説明してるんですよ、そうなんですよ、ここに。うわ、そう、まあ、その動画こう概要欄にね、リンク貼ってありますんで。サイズよくわかんないよっていう人、そこ見てください。それ見てもわかんない人、電話ください。で、ちなみにね、今ね、おすすめのホイールが1個あるんですよ。何ですか？こっち来て、こっち来て。ちなみに、あの動画でも言ったんですけど、今ホイールは特別セール中なんです。まだやってる？あのセールまだ続いてます。あのね、物が多すぎて売り切らん。そういうこと。あの、ものすごいね、回転率で売れてるんですけど、はい、それでも入ってきちゃうんですよ、ホイール。そうそうそう、在庫が残ってるわけではないです。
でね、これはね GTR 乗ってる人にすごい有益な超参考にしたい。これ阿部さん、それはこれです。何ですか？これも BBS の LM なんですけど。おお、いくらですか？40万ですか？これなんとあの BBS って純正の黒はないんですけど、ちゃんとプロが塗ったあのなんてパウダーコートの塗装、これなんとタイヤ4本ついて GTR サイズです。17インチの、はい、プラス20 GTR サイズで BNR32 にぴったり。 BNR32 にぴったり。これなんと4本で税込み20万円。え、うわ、ちょっとこれはちょっと小声で、税込み20万円です。あんまり大きい声で言っちゃうとすぐ売れてしまうので、まあ、この動画がアップされる頃にはもうないかもしれない、もしかしたら。確かに、うん、申し訳ないです。これめちゃくちゃおすすめです。普通このサイズは20万じゃ買えない。え、でもなんかホイールってサイズ調べても結局履いた時に例えばキャリパーと干渉したりとかで、そういった時ってどうすんの？大丈夫です。一回つけてからでもやっちまったぜ保証で戻すことができます。なんと。いや、それね、やっぱね、彼女とか奥さんからしては、いや、わかんないじゃんサイズ。え、マジでわかんないでしょ。指輪のサイズみたいなもんなんですよ。あ、そうこっそり測るわけにもいかないしね。こっそり変えるわけにもいかないじゃん。そうそう、十字レンジないですかみたいな。だちょっとにはつかないかな、これちょっと。あらー、なんかはなちゃんの彼氏にはちょっと使えないねかな。この番号で検索すると出てきます。え、でもさっき値段いくらって言いました？20万円です。いや高い普通に。いや高くないから。もっと高いんだって。高くないから普通に。え、もっとこのお手頃というか、うん、もっと価格下げたプレゼント、あのちょっと私欲しいんですけど。お、じゃあちょっと他のプレゼンターに聞いてみますか。じゃあ、はい、はい、じゃあ次の GTR の理由、うん、GTR に乗っているとかこの辺に多分、あ、やっぱりあの GTR を設置すると GTR 好きな人寄ってくるんですよ。そう、そうやって捕獲してくんだね。そうそうそう。あどうしたんですか？捕まえました、 GTR オーナー。はい、あなたの愛車はもしや BCNR33GTR ですね、スカイライン。そうですよ。さすが。まあ今見てるの3人ですけどね。サンサンがねちょうどないっていう、ね、はい、クリスマスプレゼント何が欲しいですか？あれ、いつものフロアマット。あ、いつものフロアマット。あ、やっぱりいつものフロアマット。いつものフロアマットですね。まあでもやっぱりね、サンニーとかサンサンとか、まあ古い車乗ってるとやっぱどうしても擦れてね、あー、乗り降りとかね、ちょっとあんまりね、見栄えが良くないっていうのもありますから、ね、なるほど、うんうん、結構いいんじゃないかな、いつものフロアマット。え、結構その誰がもらっても嫌じゃないし、うん、そうですね、今使ってる人でもストックで持っといて損はない、うん、そしてお値段もこう比較的手頃、いくらぐらい？いつものフロアマット2万円です。はい、買えるうちに買っておきましょう。じゃあ物見に行くか。うん、物見に行ってきますね、参考にするので、はい、うん、ということで重要参考になった、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。また、まあ、あの舐め回しててください。あ、はい、ちょっと用事あるんで、はい、ありがとうございます、はい、バイバイ。フラマットはここだ。うわ、さすが、位置をもう把握しきってる。暗記してます。いっぱいあります、いっぱい。すごいな、323334全部揃ってます。お、普通ないよ在庫こんなに。ないっすね、普通取り寄せです。まあうちならではですよね。そう、トラスト企画から部品を買ってくれる方が多いから。そうです、これだけ部品を在庫してても大丈夫っていう。まあ、フロアマットだけじゃないっすよ、他のニスモ商品もいっぱいあります。うわ、これめっちゃいいね、うん、うんうん。ちなみにこのフロアマット去年僕嫁ちゃんにプレゼントしました。おお、クリスマス、クリスマスに。おお、でそこそこ大きさもあるしね、これもらったら嬉しい、ね、で価格、価格もちょうどいいのよこれ、うん、2万円そうがちょうどいい、うん、でもこれ GTR 用なんですもんね。そうだね、3233、うん、いや GTR じゃなくても323334スカイラインだったら、あー2ドアね、2ドアのいける。はい、あ、もうちょっと選択肢欲しい？欲しい。なんかお家とかで飾れるというか、私も使えるというか。いいじゃん、これお家に敷けばいいじゃん。玄関マットこれなんかにすればいいじゃん。いや、トイレでも多分そう合わないと思いますよ。無理やり置いとくみたいな。床の形これに合わせて作るんだよ。作る、そうそうそう。家建てましょう、家。これに合ったり。便座はシートくり抜くんね。これだから車好きは困るよね。こう汎用性のあるもの
何だろう。これもう車種き、うん、ね絞られちゃってるじゃないですか。確かにスカイラインしかダメだね。そうそうそう、車好きの人がもらって嬉しくって、うん、そうそうそう、みんなで使えてもうちょっと汎用性が高いものね。そうそうそう、うんうん、あれじゃない、あれある、うん、あれじゃないですか。お、なんだろう、そのあれ案内してください。お、これこれこれミニコンテナボックス。すごい、いつもの。分かった、プレゼント、コンテナボックスだ。コンテナボックスか。 うちでもめっちゃ使ってるもんね、確かに。いつものコンテナボックスって車好きだったらもう絶対ね分かるんだけど、この使い勝手がいい、まず。うーん、デザイン性がね二重丸、うん、これ部屋に置いてるだけでもう満足しちゃうわけよ。そうだね、これ多分リルサイズ、さらにミニ、さらにミニ、うん、だから文房具だったりとかも入れれるし、うん、これノーマルサイズはないの。これノーマルサイズはあるじゃないですか。素晴らしい、素晴らしい。これが一番大きいやつか。素晴らしい、こんなに畳めちゃうんだね。そう、畳めるんです。もし使わなかったらこう畳んでも OK で、使うときはこれをこうガチャッと広げてね、車のパーツを入れてもいいし、部屋でインテリアとしてね使って収納兼インテリア、あ、だから、うんうん、彼氏のパーツここに全部入れて、うんうん、あのうちに売りに来て、で、売った後こういう風に畳めばいいのか。うんうん、そうすれば気づかれないです。もう、これがあれば、あのそれが20リッター中ぐらい、あの多分これ重ねれるんだよね。あ、なるほどね。でこれとかね、こうやってこう乗っけてって。違う違う、ほら、こんなに種類あるんですよ。素晴らしいじゃないですか。用途によってね。そう、多分これはこうやって2個、うん、こうやってできるのかな。あの A4、A3、A2 みたいな。そうそうそう、だから綺麗に並ぶんだよ、うん、これこれを全部コンプリート、プレゼントのたびにコンプリートしていくのもいいですね。まあ、気になるのはやっぱお値段ですよね、うん、あ、お値段、一番でかいのはおいくらですか。待ってく、全部分かってないです。カットするんでいい感じに。大きいのが6900円で、6900円、3900円で、3200円。なんだろうね、2番手ぐらいの彼氏さんにはこれ、いや本命の彼氏さんにはこれプレゼントします。あ、そうそうそう、大きさで分かっちゃう。そうそうそう、うん、プレゼントだね。あ、でもね、うん、でもこれ7000円ぐらいで買えるって考えたら全然いいと思う、うん、1万円未満で、うん、で、あとこれね、高校生とかの息子さんとかもこれ嬉しいと思う。あ、確かに、うん、きっとね、めっちゃ嬉しいね、うん、まだ免許お持ちでない方とかも、うん、嬉しいと思います。わ、これ一番参考になったわ、うん、え、ところで、あの彼氏へのクリスマスプレゼント決まったん。いや、この中に、あの脳内彼氏でしょ。脳内彼氏、え、阿部ちゃん死にわないでくださいよ。そろそろ現実見た方がいいぞ。そうだよ。いや、でもはなちゃんの彼氏は画面の向こうにいっぱいいるから。あ、いっぱいいるんだ、ね、そうだね。でもほら、一番本命の人には大きいのあげます。そうそうそう、あのちっちゃいやつ届いた方は残念ということで。っていう、ほぼほぼうちの宣伝じゃねえかっていう。そんな感じで、まあ、ちょうど季節ですから、クリスマスのね、だから皆さんも、まあ、車好きの彼氏さん、旦那さん、息子さん、娘さんいる方はぜひ弊社の商品買っていただければ、今買えばまだクリスマスに間に合いますから、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあ今回紹介したのは全部概要欄に貼ってありますので、うん、はい、ぜひそちらもご覧いただければと思います。よろしくお願いします。クリスマスお楽しみください。はい、苦しみます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 。まあこの動画をきっかけにね、ねだってみるのもいいかなって思います。うちから物買って、でラッピングはちょっと自分で用意してもらって買ってもらえればなと思います。じゃあまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ、ありがとうございました。車好きのみんな集合、一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい、三度の飯より車、現役の走り屋、 GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたのご応募お待ちしています。これいいんですよ、これトラストの、ね、シフトノブ。あ、いいね、あのグレックスの復刻なんですよね、うん、往年の形のやつじゃないけどね。あ、そう、これちょっと首が太いね。ヘッドシート3サイズ専用だって。あ、そうなんだ、そういうのあるんですね。へえ、ちょっと俺この TRD の帽子欲しい。
え、トヨタ車オーナーになったからさ、いいじゃないですか。 TRD キャップね、 TRD おじさんになりましょうよ。これそう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 、でっかいイベントじゃないと壮行会に来ないのに、めちゃくちゃ早いおじさんこういうのかぶってんだよね。なんかわかるわ。すごい。グリッドレーシングってこれ大谷翔平さんの、もうこれ在庫してあるんだ、すごいな。ここにもあります、ね、34GTR のコイル、いいじゃないですか。もう在庫があります、うん、お、これ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 何、ラフィックスワークスベルのね、ラフィックス、あのあーこれ前動画に阿部ちゃんと紹介したことある。そう、盗難防止でね、このハンドルをこうつけてこう外し取り外しができるようにする、さらにロックが、あとカバーもね、あ、これがカバーか、あ、プラス E、 キーロックシステムプラス E、 これいいんですよ、いいだけに。ラフィックスのこのね弱点があるんですよ、このね取り外した残った部分ってラフィックス全部適合しちゃうから、うん、犯人もこれ持ってたらこうハンドル持ってきてこうガチャッてつけて普通に乗ってけちゃうんだよ、ハンドル持ってって意味がなくなっちゃう、もしかこれも外せちゃうのね、ボルトで簡単に、でそこで外せないように鍵付きのロックつけるっていうのがこれのプラス E っていうのはキーロックシステムで、プラスこれをいじろうとした時にこうホーンが鳴っちゃうっていうね、うんうん、最高じゃん。そう、簡単シンプルなんだけどものすごい防犯性能高い、これも品番とかね、あの概要欄に全部あるんで、その中から選んでいただければ、こんだけ在庫あるんでね、即納です。色によってはもしかしたらないかもしれない、音やすくなった、でもこれお家で使え、あ、お家で使えるのが欲しい。そっかそっかそっか。じゃあもうちょっとね、もうちょっと見ていきましょう。あとね、なかなかないよ、透明のポンカム在庫してるお店。ポンカムをポンと買います。ポンカム R ですね、これなかなかないっすよ。すごいな、え、ポンカム買おうかな俺自分で。自分へのクリスマスプレゼントに。ここブリッツ、ここにいつものもうここに来ると毎回こういう感じなんですよね、もうみんな楽しくなっちゃって。あ、これブローフバルブ、ブリッツのかっこいい、飾りにできそう、うん、そう、え、だってさ、これ時計とかも売ってるよ、ニスモのウォッチ、素晴らしいじゃないですか。でも、え、もう迷いすぎてやばいかも。とにかくうちに来てください。そう、うちのホームページに載ってるので、うん、そこから選んでもらえれば、もうあの阿部ちゃんも自由選んでる、多分奥さんのプレゼントどれにしようか、そうだから今年どうしようかなと思ってるんですよね。アマゾンみたいですね、素晴らしい。あ、これもいいじゃん、これミラーカバー、ミラーカバー、これは何、3人用、これも3人用とかあります。あ、3人2ドア、あ、これいいな、ここに花ちゃん詳しいんだよ、あるから、素晴らしい、めっちゃいいじゃん、うん、大切ね、あ、これはね、下向きにしないといけないです、うん、傷んじゃう、焼けちゃうから、そう、そういう管理にも気使ってます。これもあるからね、これ今人いるから蛍光灯光ってるけど、ほら人がいなくなると蛍光灯も消えてパッケージが日焼けしないんですよ、素晴らしい、日焼けしない、